アリスコメディは1920年代にウォルト・ディズニーにより制作された一連のアニメ作品。アリスという名前の実写の少女とジュリアスという名前のアニメーションの猫がアニメの世界で冒険をするという内容である。日本では漫画の国のアリスという名前でも知られる。ディズニー、アブ・アイ・ワークス、そしてスタッフはミズーリ州カンザスシティの失敗したらアフオー、グラムスタジオにまだ向かいながら、 アリス・ズワンダーランドというタイトルの一リールの短編映画を制作した。アリス・ズワンダーランドはアリスがアニメのスタジオに入り、アニメが作られるのを目撃するところから始まる。アリスは、その目撃したもの、アニメのキャラクターが、生き生きと動いているのに驚く。その夜眠りについた後、アニメの世界に入り、すべてのキャラクターが歓迎してくれるという夢を見る。アリスは、 ライオンの群れが檻から離れ追いかけられるまでキャラクターたちと一緒に遊んだ。公開こそされなかったが、このショートムービーは後にアリスコメディに登場する舞台を設定するのに役立った。これは世界を陽気な夢として確立させ、すぐにシリーズを定義する要素を導入した。アニメの世界に現実の少女を入れるというアイデアは映画史の中のこの時点では他に類を見ないものであった。 後のシリーズのデザインと声はすべてこの最初の映画により設定された。マギー・ゲーがアリスを演じた1926年の映画アリス・ザ・ランバーン、ジャックのポスター最初の映画完成後、スタジオは破産し、閉鎖を余儀なくされた。ディズニーはフリーランスの写真家として働き、おじのロバートとその兄弟のロイと一緒に生活するための資金を調達した。最終的に契約は、 マーガレット・ウィンクラーと彼女の婚約者、チャールズ・ミンツの運営するウィンクラー・ピクチャーズとの間に結ばれた。そこは近くにパッド・サリバンとの契約が破断してしまっため、スタジオの中心的なフェリックス・ザ・キャットのアニメシリーズの代わりとなるものを早く見つける必要があった。ディズニーはバージニア・デイビスをミズーリからロサンゼルスに連れて行き、このシリーズでスターにすると言って、 彼女の家族を納得させた。ウォルト・ディズニーは、このシリーズの全57作を監督、制作した。アニメーションは、ウォルト・ディズニーにより行われ、時々ローリング・ハム・ハミルトンの助けを借りて、行われた。シリーズを通して4人の女優がアリスを演じている。バージニア・デイビス、マギー・ゲイ、ドー・ン・オデー、ロイス・ハードウィック。ジャングルの映画、アリスには、 バージニア・デイビスのアーカイブ映像のみ収録されている。このシリーズの短編映画は現在、すべてパブリックドメインになっている。2000年、インクウェル・イメージズは、アリス・イン・カートン・ランド、ザ・オリジナル・アリス・コマです・デス・バイ、ウォルト・ディズニーを VHS で販売し、2007年には、ドキュメンタリー、ポスター・ギャラリー、DVD ログを含む10本の映画の、 ゴールデンクラシックスシリーズの一部として DVD で販売された。2007年に、きっとパーカーフィルムズはアリス・イン・カート・ンランド・ザ・ 35mm コレクターズセットという別の DVD を販売した。2005年と2007年にはウォルト・ディズニー・トレジャーズのシリーズの一部として10の短編が販売されている。7つは2005年に販売されたディズニー・レアリティーズの一部として さらに3つは2007年に販売された、ザ・アドベンチャーズ・オブ・オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの一部として公開された。2016年10月、アムステルダムのアイフィルム・ミュージアムが保持しているアリスの短編が世界へ向けて再リリースするために修復したことが発表された。MJ ・ヴンクラー・プロダクションズ、ビッグ・カートゥーン・ダ・タバセ、2015年12月20日、 閲覧、ザ・ハンド・ビハインド・ザ・マウス、ザ・ユービアイワックスストーリー、デスリー・アイワックス、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ、1999、ポパイザ・アリス・コマデス・イン・ザ・パブリック・ドメインハット、ルミエール・フェスティバル、ウォルト・ディズニー・ S アリス・コマデス・ビーイング・リストアード、ディストリビューテッド・バイ・フランス・エス・マレビダ、バラエティ、2016年10月17日閲覧、ありがとうございます。